変態 <laughs> やってまいりました変態なお時間、はい、いやいや違うでしょね今日も元気に我々青い珊瑚礁エピソード2のお時間がやってまいりました改めましてはいコンバーピースさあ真夜中からお元気お元気な私天に願うと書きまして天眼と山 P の「 青い珊瑚礁エピソード 2! はい、どうもー。さあ、どうですかどうでしょうねえ、8月も中旬か。うん。ねえ。やっぱ方言流、中熟って感じだね。中熟来週からはお盆が始まりますね、沖縄も。ほら。やっと。やっとね。うん。追いついてきたって感じだね。はい。その、お盆が終わるとでも、やっぱり夏が終わったな。 あのその前にもう甲子園が終わったのでもう沖縄の夏は終わりかけていますけれどもまだ皆さんお盆が残ってるのでそこまではね夏していきたいと思いますそうなんですよいやいや夏短いですよねでも槙野さんはでも残暑が残ってるんでどう残暑待ってました待ってましたそうでなくじゃねやっぱ10月前ぐらいまでやっぱり暑いんじゃないですか いや沖縄12月まで暑いよ暑いですかね車の中はクーラーつけてるから確かにね12月まででも弁当持って出勤してるサラリーマンだったりする方には全然いいんじゃないですかもう腐らんからねカビ <laughs> <laughs> も入らないしね <laughs> 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 ちょうどいいだけどなでも秋ぐらいがやっぱり過ごしやすいっちゃ過ごしやすいですけど、うん、沖縄秋がないからねないもう夏冬,夏冬終わり夏冬終わり いいね季節2個しかないわかりやすいねわかりやすいもう寒いか暖かいかどっちかだからね確かになまそんなこんなで我々アッキーラとヤマピーがお送りする青いサンゴ礁エピソード2今日もまとまりなく散らかしていきますので皆さんどうぞツッコミどころはリスナーの皆さんに任せておりますはいだからぜひ大体1時間ね10時55分まではい優しく聞いてくださいはい皆さんじゃあ今日もよろしくそして 宛先ねこちらまで皆さんのお声を届けていきたいと思いますので八六八アットマーク fm ハイフンウルマドットコム八六八アットマーク fm ハイフンウルマドットコムまでよろしくお願いしますそして fm ウルマスタッフブログで検索するとなんと我々に会えますよーおおニューストリーム配信中はい<し>生だからねそう生だからそうどんどん 今何人かたも見てると思うわけうだけどなんかこれチャットするところないねあ,あったらいいねうこういったのは作ったらいいんじゃないね<う>メッセージが入ることがねせめてだからね、えー、気づいたこと突っ込みたい方はこちらまで、はい、先ほども言いましたが、うん、数字の86「868」「アットマーク」ね「FM-URMA、ま」U R U m A ドットコム COM、までよろししくお願いしますこの放送は独自の賃貸管理システムクロスタイズで万全サポート不動産管理売買のことなら株式会社リードエイジの提供でお送りしております。 よーへいよーえいよーは <laughs> な、ね、<laughs> はい、じゃあ頑張りましょうのコーナーということで、はい、皆さんの頑張っていること、いや頑張りたくないことは、ここにどんどんメッセージを寄せてくださいはいアキラ先輩あのー、はいはい、僕たち、なんか今日から2人じゃなくなったんですかメンバーが増えた気がするんですけど、やっぱり何人増えたかね 今流行りさ、なんか流行ってきたらメンバー増やすっていうあの。ごめん増えてますね。ご紹介いたしましょう。はい、桃もいろくズってる皆さんです。どうもー勝手に勝手に。やばいこれ。いやでもライカンも来てくれたからさ、そうですね。我々の番組に来てくれるかと思いきや、もうちょっとスケジュールのすごい分もうね、あったスケジュールがあっつたとしても、誰かやみたいな。アッキーラエヴっピーヤやかみたいな。でもね。 見てて見ててよ、ももクロさん <laughs> 今からクロ実はこういう活動をして,て、はいて、ね、あなたたちの曲を押しているそして、ね、電波に乗っけている。うん 素敵な2人組が待っとれよフェイマスアクターになるからアクターじゃねえや DJ だごめんごめんアクター優俳優俺俳優志望だったかもさあ今ドラマ逆に先にドラマ出てたら面白いねだってアゲでズも匠でしょ匠斎藤斎藤弟も天下匠やめてね本当にいずれはこういった大物ゲストさんもお迎えできるような番組にしていくよそうですよねだってうちの ほ FM ウルマのこう言っての香織さん。はい。大物ですから。大物。すごいよ。本当ですか今日も司会頑張ってるからね。あなるほど。またそんな香織さんも、今日、なんと。なんとね。年を一つ減らしました。減らしましたよ。大丈夫おめでとうございます。おめでとうございます。また後ほどね、バースでお祝いしたいと思いますので。いいね。いいですね。さあ、そんな頑張りましょうのコーナー。うん。えー、ちなみに、ヤンピー。はいはい。 最近頑張ってること何あでも明まくん毎週聞くけどそうですね明菜先輩が言ってくれたんですけどこの僕はももクロの追っかけを最近一応頑張ったりしてますねヤマピー素敵キホンですでも追っかけというよりもやっぱそこは追っかけじゃないよヤマピはもうだって同じ僕らもほら電波を使って出た土俵に立ってるじゃん土俵ってないよやじらじら土俵出てるでしょはび出しでしょ 違うよ、違うよ、同票には載ってて、ほら、1個 LINE 引かれてる。ああ、なるほど。同じプロとしてね、我々もメディアに載っけね。セミプロでしょセミプロまだまだ。まだまだまだ。やはり、スターダストプロモーションさんに比べると、我々なんてもうね、全然そこまで届いてないですが、1個ずつこの地域、うるましをね、拠点として、どんどん。 上げていきたいと思います。はい。ギア上げて、ギア上げて。はい。もうやばいよ。またね、この今週末が沖縄にはもう直接影響はないかもしれないですけど、はい、台風が二つ同時に発生しているので。また？また。もうね、ももうお願いだから七、うん、月に。 うんんこなちょいちょい来るんじゃなくて一気に10個くらい来たいよお願いしますそれはダメあの、アメリカのようなカトリーナの現象が起こりますよダメですやっぱり一つずつちょっとずつ雨を降らせながら僕らと一緒だねはい地道に努力してはいでもでも今回はでも影響そこまでないんじゃないですかねまあ2つあるのにうんすごいね沖縄ねそうですねおーんって感じだ でも本当に綺麗にこの沖縄を挟んで台風さんが台風さんタイが台風がねぐるぐる渦巻きながら本当に右回りしながらね右回りしながらはい来るんですけどもはい秋田先輩はどうでしたか僕ですねやっぱり僕の携わっているやっぱのサッカーサッカーここをねまあ広めていくと同時にそういうこと活動頑張っていくと同時に やっぱりそのただ頑張るとかね他のチーム応援するだけじゃなくて、はいうん、やっぱりな今,今の時期、はい、熱中症がすごい多くて、はい、やっぱ子供たち大人でもすごい暑い感じるから子供たち余計体温、ねうん、持つから、ね、やっぱ倒れちゃうわけ、うん、危ないわけよねだからその熱中症対策を伝えることを今週は頑張りました、うんうん、あのね、えー、某具志川小学校の、はい。 え生徒たちもね、え本当一昨日の練習、昨日一昨日の練習で三人ぐらい、やっぱちょっと気分悪いって、なるほど、かかってるので、熱中症ですね。熱中症やっぱりあのサッカーの時に、うん、続けてやっぱ帽子かぶる野球みたいに帽子かぶるってことがないけれども、確かに、そこはもうやっぱあえてかぶって、あ太陽日差しが出てる時はかぶってやった方がいい。あけなさんそんな時ヘディングはどうするんですか？ヘディングはできない。あしない。群れたら落ちてきたらバウンドを待って、待っラップするか。そう。 それがニット帽かもしれないもん。まあでも本当にそういった秋の節目この頑張ってるこのまあこの熱中症にならさないために子供を見守るっていうのも大事ですけど、やっぱりこの世の中のニュースではお年寄りがやっぱこの熱中症の犠牲になっている方が多いじゃないですか。いやマピーそこにつながるわけだ。ね、子供はなんとか回復するみたい。うん、なんとかよでもそれでも,でもそうですねそうそう。年寄りはやっぱ熱が逃げなくて、それはやっぱ熱のせいで。 この体の機能が機能しなくなってうん、うん、お亡くなりになってしまうので、うん、やっぱりヤンピがいるように、うん、対策が大切そうですねだから周りで見てくれるお年寄りの方見てくれる方がいればいいんですけどやっぱりお年寄り一人で住んでる方っていうそこだねいらっしゃるじゃないですか、うん、だからそれをあのー、まあ我々大人も含めて、うん、こういった、あのー、せっかくのいい夏休みですから周りの、あのー、お年寄りの方とも仲良くなるチャンスじゃないかなと思ってどんどん接してね接して 一人じゃないよっていうところね、うん、だ子供が大人,あ子供がこの大人に見,見守られるように、うん、やっぱりね子供たちも大人であったりこのお年寄りを見守っていく地域活動ができればいいんじゃないですかねすごい頑張りましょうのコーナーだねそうですよこれだねこれあさも俺たちただ単に笑ってるだけじゃないんだねだから僕もお風呂入ろうかなそうそうそう、うん 俺もこう、脇が痒くて痒くてしょうがないかヤビー、キャラ作り大切だけどヤビのそのキャラ作りもおもろいわけ、ほんとにだけど、だけヤビー、いまして俺なんか巨乳好きっていうキャラですごい、巷ではわーっといいい。いいのかな、これだってサンクラスおっぱいになってる どんだけ、どんだけしかも、T シャツに E って書かれてるからね。いいね、よくない。いいカップルでしょ。上等さ、み、見た人からしてれば、おしゃれかもよ。もしくはエロって読めるからね、これね。やばい、これはやばい。これはやばい。エロの E はやばい。熱つ。あつ。せめてね、ももクロさんみたいに Z って書いて。なるほど、それで。ああ、の、ももクロさんと一緒なら、コラボしましょうよ。なるほどね。 これ以上ないってことですかね、は。どうかわかんないですけど。僕らで発信してくい。くいいじゃないですか。この、いいです。アルファベットの E じゃないですか。で、僕は、アルファベットの H。H と E。どんだけ食ったら好きーえかみたいな。皆さん、えいろんな。でも、聞いてる人のね、想像にお任せしますよ。僕らのキャラは。ね。 思ってますよもう一回聞いてとは待って食ったセラーだなみたいな俺教え子も聞いてるわ大丈夫かなあゲロスさんやめ聞いてる大丈夫よねえそれこねやっぱこの時はもう僕もうどうなってもいいキャラだからそんな頑張ってるまたもう一つま教え子出てました僕もエンジョイフットボールを掲げて皆さんに教えてるわけですがそんなサッカーおっきなっいう 女子のトップリーグ位置する琉球デイゴスさんそこでですねコーチとして頑張っているきなさんからちょっとメッセージいただきましてなんと今注目選手こちらちょっとラジオでもぜひ名前を言っていただきたいということでお願いしますぜひ応援するもちろんデイゴスの選手みんな上手いですよでもその中でやっぱりこの人のプレーちょっと注目して見ていただきたいとその方がいらっしゃいますまず9番9番9番 渡渡辺辺いいね、なんからしいね、はい、サッカー番組らしいね、えー、この方とですね、あと20番、イ・イキヨノ、イ・キヨノ、いいね、これ覚えるね、ヒヨノさん、そしてなんと11番、イレブン、白鳥ナ、3名注目選手ということで、そして、うん、多分ね、この3人はね、 の渡辺さんとか飯井さん白土さんということで沖縄ではあまり馴染みのないそうですねまだじないですけど本土の方かなとそこでじゃあ沖縄の人はとなりますよえうんまさか来ましたはい元はい名護高校キャプテンはい変山るいちゃん変山るい 頑張っっててるるんだ頑頑張張りすぎて今疲労骨折変山さんちょっとね頑張りすぎはよくないやっぱり何にしてもそうだからまあ疲労骨折してしまってねプレーで見ることはできないんだけどやっぱり応援してほしいやっぱ選手も落ちるときあるだけどあなたがやっぱそこにいるからこそ沖縄の人応援するんですよとか地元の人からの底上げがやっぱね 応援があるからこそっていうのをぜひ伝えていきたいいいと思ってまあでもいいんじゃないですか、うん、こういった、あのー、きっかけしかこの、うん、周りのチームのプレーを見ることができないと思うので、はい、まあ俯瞰で見て、うんあのー、自分であったり周りのチームメイトを見ていくという上では疲労、まあ、骨折も、まあ、いい経験としてそう休養時期ね、今休む時期なんだけどそ,そこでまた強くなって、うん、骨も強くなって、うん、またプレー。 力強いプレーを見せているという俺たち何もんから上からいや違いますねジャーナリストジャーナリスト精神そしてやはりもう一人サッカーでは欠かせないサッカーはゴールキーパーがいないと試合ができませんそうですね何人うが関係ないゴールキーパーがいないと試合できないそのゴールキーパーなんと美里高校出身おおうんそしてこの地元石川出身ええ うんほかまさきちゃんほかまさきうんキーパーキーパーへえぜひさきちゃんのプレーあの燃えるねプレーを見ていただきたいと思いますそうですねあのやっぱり僕たち時代からしてみればキーパーといえば若林君か若島津君になってくるのでやっぱり三角キャッチとあの若林君のこのアディダスの帽子をかぶってね 頑張ってほしいと思いますそこもアディアスの帽子なんだね。アディアスの帽子。濃い翼みたいな。そうだったでしょ、アカン先輩。そうだよ。そうそう。もう僕らはキャップつばさですそうですね。片手でキャッチするから。だからよ。ありえないから。ありえないからね。まあそんなね、キャプテン翼ぐらいプレーとは言いませんが、今間違いなく沖縄のトップリーグの選手ですので、ぜひ見ていただきたいと思います。 まあ僕的な個人的なね、もう一方七番背負ってるクシさんっていう選手をおすすめなんですけどはい、まあ僕と同級生だったということで。あ、そうなんですか。同い年の方が頑張ってるので、ぜひ見ていただきたいです。そうですね。さあ、そんな応援も込めた。はい、ところでリクエスト曲、リクエスト曲い願いしたいと思います。はい。それでは曲の。 はい、うん、えこちらジョニー・デブーさんからのリクエストで「コッコで強く吐かない者たち」。 さあ、えー、曲流していますのははい、国、え、庫、ー、で強く吐かない者たちこの放送はうるま市での不動産管理売買のことなら株式会社リードエイジの提供でお送りしております続きましてはこのコーナー ありええねはいーというわけでですねはい皆さんの日頃ありえないこといやありえありえっティ不思議の国のはいやっぱ言ってしまったアリティねさあそんなコーナーですそんなコーナーっていうねはびこってるからねそんなコーナーですわはいありえねえことまず話してごらん おじさんが聞くさみたいな我々が聞いてあげようよあなたの愚痴愚痴ねね。普段言えないことみんなないない言ってるけどやっぱり一人が話し始めたら言うのがねあるんですよ絶対みんな一人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 ねもうありえないじゃなくてあるあるのコーナーかもしれないホントね今日は大沢晶先輩やっぱり自分毎日一応アイスコーヒー飲むんですよしかも缶コーヒー一緒 あ、飲みます飲む缶コーヒーあのー、まあ普通のキャップついてるコーヒーではなくて普通のこのブルタブがついてるペシュペッペシュッて開ける飲む缶コーヒー <laughs>、うん、あれ缶コーヒーって普通一気で僕は飲まないんですよでやっぱ時間かけてまあぬるくなるんですけど30分ぐらいかけてまあブラックにしろビトにしろ飲んでいくんですけどほ<う>その間でこのパソコンをいじりながらはい、はい、お仕事をしながらですね、うん コーヒーヒを飲むわけですよ、はい、カタカタしてちょっと飲む <laughs> カタカタしてちょっと飲むでこのちょっと飲むの間が10分ぐらい空いた時があったんですよお<う>今日お<う>たまたまねお<う>でっていうのもこの仕事が落ち着かないから、うん、やっぱり仕事を終わらすためにもちょっと急いでやってしまって、うん、でコーヒー飲む時間が遅れたんですけど、うん、でその時にあ一息ついたからちょっとコーヒー飲むおっさーってね まだ全然半分以上残ってるから <laughs> ね飲むやさん、ね、もしや口に含んだんですよ<笑><笑>なんか口の中にあるんですよ <laughs> コーヒーなのにコーヒーなのに僕その時消しゴム使ってたんで <laughs> 消しゴムのカスがやっぱりこうやって消しゴムのカスをこのテーブルの下に落とすために払った時になんかゴミかなんかが入ったのかなと思ってたんですよ、うん、普通にでも汚いからやっぱ飲むわけにもいかないし、うん、この

えへ,へえへってホントにあけてお前 <laughs> マジでさその前でさその前多分入ったばっかりで、うん、このコーヒーに使ってなかったんだはずああだから僕ああたまたま「ああ入ったー」って飲んだん <laughs> ですよで飲んだ瞬間にこ,のこいつのコーヒーと混ざり合って<え>僕の口の中に入ったんですよだから出してみたら 羽乾かすって動かしてるわけ <laughs> もっ気がねえっつって一人でパニックしてましたけどホンに素晴らしい,いや素晴らしくないよネタともうすごいよどっから入ってきたのみたいな僕扉も閉めてたよみたいなそうだねお邪魔しますっ、ね、てこうねも <laughs> 持ち悪い本当にすごいこんなのがあるから、うん、やっぱみんなこのコーヒーすぐ飲まない人は 気をけたがいい一回確認ね確認するか、上に何かティッシュでもいいからかぶせておいた方がいいかもしれん。いいよ。ねえ。で、ヤンピーそのままでいてほしい。ですか次は何入るのかドキドキしてくる気持ち悪い。ねえ。他にもあります、アケンじゃいやっぱり僕は、あの、事務所を開けて閉めるっていうことが毎日あ あるわけですまあね閉じまり最近ね,ね目オープン,、ね、オープンでその時にシャッターも閉めるわけですよ開はい、はい、け閉めね、うん、で朝来たらシャッターを開けるで、帰り時にはシャッターを閉める、はい、ただこういった、あのー、ラジオがあるような番組がある時は帰りが遅くなってしまうので、うん、シャッターを閉めるのも遅くなるわけですよ、うん、戻ってカバン取ったりいろいろ他にすることもあるのでで、その時にシャッターガラガラガラって下ろすじゃないですか,、まあなんか 長い棒を使って、そう。半分までしまって、あと手で落とすじゃないですか。その先に、ポトってから、ポトって落ちたんですよ。沖縄あるあるだね。やるやるじゃん、おどるやってから。マジで気持ち悪くて。これが日中の見えてる時間だったらいいんですよ。いや、森じゃな、みたいな。やるあまねえけど、暗い中。暗い中、ポトって。しかも、この肌にじゃなくて、着けてるシャツの、 らに落ちるか何かわからないわけですよ、僕は。で、何かって見てみたら、やるが素早いスピードで。お邪魔します。お邪魔します。じゃねえよみたいな。これもとっても気持ちいい。これも早いとどうよ。もう鳥肌立ちましたね。気持ち悪い。これ、ありえねえだろ、まさしく。シャッター開ける人も気をつけて、気持ち悪い、今の時期。やる。 純にっていうことまあそういう沖縄あるあるじゃないけどねでまだまだいいよ本人が落ちてきたからそのヤるルさんが落ちてきたヤールのあの排出物分かるヤるルってほらまだあのほら生き物だからまだ生き物わ生き物ってからさそれが出す分泌が僕排泄物がいいですよまだそっちがいいだって変なやっぱ柔らかい物体が落ちて カタ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 って落ちていくわけですよもう気持ち悪でしょうがねほんにそうなんだもうめっちゃ気持ち悪いでもねほらヤールのそのおしっことかその排出物は目に入ったり失明するとかそういう都市伝説的なのあるよねですよねね絶対都市伝説でする一応気をつけたほうがいいねあそうですね確かにめっちゃいや生き物はでもやっぱ夏といえばやっぱり恐竜が住んでる時代からうごめいていたああ ゴキンチッキーゴッキーさん彼もね半端ないあかゃん僕はゴキブリはそこまで怖くないんですよ逆に全然うそこれまたみんなにアンケート聞きたいねうんゴッキーが大丈夫かヤールが怖いかもしかして家の中とりあえず何を見たら一番びっくりするかっていうね僕は家の中で見てびっくりするのは家雲ですね 雲でも種類がいろいろある。さ家にいる雲って足が変な。茶色っぽい。茶色っぽい。あれ怖い。あれ足速いし、飛んでくるの。山っぽい。雲の種類でもだからそいるわけだ。ちょっとほら、黒くてちっこいのかぴょんぴょん跳ねるさ。ああ、あのチこラ、ぴょんぴょんぴょんみたいな。鬼雲鬼雲みたいな。わかります。わかるでしょできるあれじゃなくて、手が長くて超気持ち悪いですから。わかりますあれ手見ただけでも。 鳥つさめっちゃ手長い死に早いじゃないですかあいつあいつ来まあいつ見たらやばいだけどまあこのヤモリもそうですしこのクモもそうなんですけどやっぱ家にいることで家が守られてるっていうような話も聞いたりするのでまあそれはそれで悪い生き物じゃないのかなっていう気持ちもしますけどねそうねその実はそのクモがいるさクモその茶色いクモってゴキブリ食べるわけあ あ、そうなんですか、うん、だからじゃあみんな殺さずに残しとこうと。て言雲はそうだから雲は殺さない方がいいって聞くのはそこらへ、うんあだああんかすごいゴキブリ狙ってるんだってへえーうん、だからあのー、まあ「テラフォーマー」って漫画で勉強になったけどさゴ<あ>、うん、キブリと戦う漫画で勉強だなったけどじゃあ沖縄の家でもこの植物連鎖がねそうそういうことですよ、ね、で、その今言った蜘蛛蜘蛛 ゴキブリの長谷に君にするのが、うん、じゃあもうヤールーじゃないですかね結局そこに行くのかなゴキブリのことをクモが食べてそ<う>クモは多分ヤールーが食べるじゃないですか <laughs> キモ <laughs> <laughs> それが落ちてくるんでシャッター開けたら頼むぜ本当に女だったらマジホンに叫んでるんですよ夜中でよ朝ってへじこやけどやいや でも夜はやっぱ怖いよヤンピー。怖いっすよね。怖いよ。お来週、お盆も怖いよ。なんで僕らの番組で、来週、お盆特集、お盆スペシャルということで、怖い話募集します。あ怖い話ね。ヤンピー言ってたさ、怖い幽霊だけじゃないよって。まさしく今ヤンピーが言った、この話もありさ。皆さん、ビビった話。ビビった話。ビビっときた話。 やっぱり一つぐらいは本当に幽霊霊的な話も含めつつやっぱり僕のようなこの「の、うん、みものの中にハエが入ったよ」みたいな気持ち悪い話でもいいので <laughs> ある意味怖いう話ね怖い怖いもうそっちが怖いしできるよろしくお願いします,お願い,しますいやーもうね、うん、すごいこんな話の広がり方あるでここで実は、はい、やっぱりあのメッセージがねお あの今画面でちょっとチャットできないから僕の方にさっきはピコピコってなってる、うん、あのあれなんていうのラインが入ってきてますはいはいはい、はい、なか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 っていうかもううちのぐちで言えば手言、うん、ツッコミ上手だよお<う>僕が台風についてはい、はい、右回りって言ったさね、うん、<laughs> 右回りっツッコミが入ってるよ <laughs> 右回りじゃないのおでなんだろうなうん

いいよねいいよ全然もう僕ら言うあえて噛んじゃった噛んだよ噛んだはもうこの You ストリームで僕たちの態度態度こいつは態度悪いこいつはどんな神経でやってんのみたいなだけど全力全力口はねうんとっても動かす 体を動かさない。こういう状態でおしゃべりしております。こういう状態でおしゃべりをお送りしておりますので、すごい状態だね、それ。1時間お送りしたいと思います。来月まで。まるでドリカムだよ。皆さん、本当にこういった批判、批判はだなツッコミのメッセージ、そこはあえてポジティブワードでいいよ。 ツッコミのメッセージ。お待ちしております。あの、俗に言う、某ツッコミのメッセージ。はい。某某だよ、某某。そうね。本当に。そして、こちらも、いつね、これね、あの、おっとっと。待ってよ、エンはい。はね、コーナーがちょっと、あっ、合ってる、このコーナーだ。このコーナーに投稿があったということで、はい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 。ので、ちょっと LINE から読み取って書いておきました。はい。しょ。 サンゴネームあすかっていうこれ本名じゃね <laughs> まあいいかあいいです先日の雨、はいうん、半端ねえ雷稲光半端ねえ休みなし連続出勤とんでもねえあこのコーナーんこのコーナーが半端ねえあれ半端ねえのコーナーじゃなかったっけ あ,ね、ありえねまあどっちでもいいとして興南高校野球部感動ありがとうということでハンパね今日だけね違うでしょヤンピはいこのコーナーはありえねーハイパーのコーナー <laughs> でしょ、はい あのごめんね、アスカさん。アスカさんね。うんうん。半端ねえのコーナーじゃないよこっちは。でもこのアスカってあのあれじゃないですよね。うん。ボアアスカじゃないですよね。う獄中にいる。うん。ボアチャギアンドアスカ。大って、ダメでしょ。これは怒られるよ。これ多分もうやややだね。ややや。じゃ殴りにされるよ本当に。殴られちゃうよ。はい。いやでも。 そどっちの明日かね、またメッセージぜひ。でも確かにね、これ半端なかったですよ、雨も、稲光も。ねでもそれが、やっぱ人類にあの生命をもたらしてきた、雨、太陽、やっぱり神様はいるのかなって。こっちだからから、ヤビ、ここは、ここはひとまず、うんーテブレイクタイムで、試曲を届けたいと思います。しかし、この曲、ちょっと聴いてほしい。 あ本当ですかそう今何、パーソナリティー風、DJ 風に言うけど、<Yeah. S 2> 皆さん、うん、この曲聴いてほしいです。なんと、今日、ハッピーバースデーな、うん、うちの、こう言ってる、香りさんのために、香り香りん。かり, <laughs> 香りんなったいいつの間に香りです。<laughs> この曲をお届けしてやってます。はい、しかも <laughs>、はい、聴いてくださいはい。 さお伝えしてましたのは香りで日の当たる坂道はい香さんハッピーバースデー,ー,スデーこの放送は独自の賃貸管理システムクロスタイズで万全サポート不動産管理売買のことなら株式会社リードエイジの提供でお送りしております続きまして本日の交通安全アドバイスを私天賀の方でお伝えしますはい

うっすうっすさあウルマ応援歌ということです、ね、ははい、はいはい、我々がこのウルマシから情報をはいどんどん発信していこうということでですね、うん、ウルマシのね、えー、皆さんが紹介ご紹介したい店はいそして今ウルマシはこういうことが流行っているよはいそういう情報などどしどしこちらでお届けしたいと思いますはいねこの間ね商工会のそうですねウルマシ商工会の青年部の 方からお二人来ていただいて、はあはい、8月23日今週の日曜日の清掃活動についてテルマビーチですね、うん、とりあえず日曜日になったら皆さん行って清掃手伝ってみてはいかがでしょうかいやもう ウルマン来るんでしょそうウルマもるのででしょ皆さん楽しい夏の思い出になると思いますウルマン来たらアキラーも行くからねヤマピーも行くからねぜひぜひなさはいアキラー様じゃあここでメッセージが届いてるのでご紹介したいと思いますアキラさんヤマピーさんこんばんピース今日はジョニーテンション上がってるよ っていうのは今日国際宇宙ステーション ISS に向けて日本からロケット上がってるってだったわけ、OK。<う>補給先行の鳥だからジョニー8時からさっきまでライブ映像を見てたのよハラハラしながら見てたけどトラブルもなく無事に飛び寄ったよ日本の技術ってすごいねまだ感動してるさということで ISS にいる各国の宇宙飛行士の皆さんに頑張ってくださいと伝えたいこの届けこの思いということでジョニー・デブさんからメッセージ届いています届いてます、ね、届いてますほんとにいやーでもすごいね今日ちょうど今さっきまでなのかなそうですね<ー>しかもこのコウノトリっていうのが日本だけの技術者で作った補給船多分だったんだったんですよたぶんお どこの力も枯れずっていう言い方はおかしいですけど日本人だけで作ったものを宇宙に飛ばしてるんですよつまり日本の技術の粋がそうでこに込められてう、ね、はあ素晴らしい、ま、そこにね、うん、え僕の応援も入ってたわけでね入ってました <laughs> <laughs> 分かってなかったでしょほん <laughs> にそうだからジョニーさんより俺多分感動したはずあ俺の応援の一部がそこに、はいうん <laughs> まああのーまあまあまあ、ジョニー・デブさん一緒に感動しようねそうですねすごいねコウノトリって言われなんでね補給船コウノトリうえ。僕のところにも来てくれないかなコウノトリ子供いっぱいいるでしょ <laughs> <laughs> いいんじゃないもんね各世界にはい各世界に <laughs> 一歩稼ぎせグーベリーグーおチャーキーコマピース また、あの、読谷の、太一君からメッセージが来てるんですけれども。あ、先週の、読谷のスポーツ施設で。うるま市の闘牛の人見ましたよ。ということは。ランニングマシンで、運動してました。うるま市のスパイですか、いや、純粋に運動してますからね。多分、たいさんだ。ね、読谷に。 ほらまあねこれまた後ほど確認してみたいと思いますでこちらもツッコミが入ってます僕先ほど交通安全アドバイスを言いましたが噛んだねとツッコミのメッセージが入っております噛んでないよね噛んでちょっと喉に肺が詰まったからがどっかで聞いた話だなマジでそうそうそう そっか。おんだねって言われてね、そうそう、え、違う違う違う、チャットがあったら本当楽しいね、ツッコミがどんどん入ってくるね、僕ら今ほら、あヤマピーがグーって言ってくれたさ、俺がチョキ出したさ、こんばんピースって言ってるのに、何、ベリーチョキねって言われてるわ。ベリーチョキって何ですかチョキチョキ、ベリーチョキ。お願い、この中身のない会話やめましょ、う本当ね。 ベリーチョキって初めて聞いた本当に初めて行ったんでしょ言ったお願いします今度30秒使ってるよだからこれこんばんピースだからねよろしく頼みますよね僕さあどんなうるまし応援歌ですがこの間来ていただいたえーたまちゃんことえー宮城さんはいねえーなんとうるましの色青と言ってくれたんですけどもおたまのビスケットはい僕らね最近できましたね足運んだでしょはい クローズ t h a みたいなえ、頼むぜ、おいみたいな。開けとけみたいな。タイミングはさみたいな。まあね。んちょっとアポ取っていけばよかったね。急に行ったらダメだね。まあこういった形で、まあ、たまさんのお店もそうですけども、たまさまって言ったら俺、チャカ見よあげな先輩友達からもらい来るぜ来るよチャよちゃかじゃないかみたいな。来るよそんなことはどうでもいいですよ。やっぱこういったことを通じて、うるま市のお店を紹介しつつ、はい。ね。 もっとこの人かむよみたいな人の紹介しながらね車これもしへん人多いよってでもこういったやっぱり来ていただいたやっぱ参加していただいた方のお店には僕ら突撃訪問してそうですね写メ撮って貼っていこうあいいですねうんそのために行ったのにねクローズドまさしく クローズだまあ映画でね最近山田さんも頑張ってますけれども映画楽しいよまあ本当にうるま市には食べ物のお店であったりいろんなお店が多いので本当に多いねえ特に中小企業企業の方々はいもうぜひお店を回りながらその人の色を出せるようなお話をしていければなと思います僕らと一緒に本当にうるま市盛り上げていただけたらなとはい 切に願いますそしてもうした方はいタマさんと一緒にね参加していただいたコミネヒさんはいコミンさんコミンさんはいね血液方 A うんどうでもいいよねどうでもいいどうさんコミンの話し時間がもったいないということで本当で、ありがとうございましたお話しせた8月23日タマさんとコミンさんがあの朝元となって頑張っているウルマ市商工会の はえー、清掃活動がテルマビーチでありますので午前中は清掃活動に参加して <laughs>、ねうん、8時から受,、ねはい、受付なので清掃、うん、活動してウルマと一緒に写真撮影をしながら楽しんでいしでメッセージ届い、ね、でしかも、はいえー、皆さん暑いのでねタオル水筒はじっり持参してくださいはい、えーま、コミーさんはウルマ氏を色で表すなら赤ということでありがとうございました、はい、ありがとうございますあ あ素晴らしいねまあね本当に今後もええ多少は時間は日数は空いたんですけどまた今回からこのウルマス商工会の皆さんからまたゲストをねどしどしどしどねつなげていきましょうつなげていきましょうまあ、ゆきちゃんではばンダーラインってやつなんですけどねただねあのリスナーの皆さんからやっぱりゲストを呼ぶより2人のねおしゃべりが掛け合いが聞きたいわというねご要望があるんであればうん 毎日でもかけ合いしに行くよ行くようんたくしにうんたくしにもう大好きだからねはいいやそんな我々も本当にいろんな方々とコラボしていてどんどん成長していきたいと思う日々成長だはいうんさあうるましかけ足。しうるましのかけ足。しやっぱり僕たちもこの皆さんと関わることで顔も変わってきたんじゃないかなと顔つきがねおんいい顔してるあデジい顔しす本当に 僕はほんとによくとっても良くなってきてお母さんもやらかきっつってめんなさいごめんなさいいやいやしょっちゅういいばっかり言ってるからねああいいばっかりそういいんだほんとに根拠のある僕たちかっこよさだから自信しかないもはやそこは自信しかない自信しかないそうそこでやっぱこの間言ったキャラ作り一つ思ったわけうんやべほんとにいいふりしてくれる君はいつも天才かあのねずーっと常日頃思ってたんだけどうん僕らのキャラ あのキャラ作り、はい、ちょっと一人作ってみようかなと思って、このこのうるましのコーナーでそのキャラを発生させようと思って、僕はね、え、うん、もヤマピーはほらヤマピーで、ヤマピーでね、うん、まあリスナーからピー山さんと呼ばれてる知ってた？ホットなピー山、<laughs> ピー山、ピー山商店、<laughs> でもね。 このピーヤマをね。ピーヤマだったよ勝手にピーヤマだったけど大丈夫はいでもリスナーがさんの愛嬌込めて、ミスターチルドレン略してミスチルみたいに呼ぶような感じで、ピーヤマさんって呼ばれる。バカリさんって呼ばれる。ミスターチルドレンはギューってミスチルになってるじゃないですか。俺、ヤマピーさん、反対が呼ばれるってことは、このことを呼びたくないから、う業界用語で、業界。よく言えば。 僕なんてそろそろニットって言われるからいいって言われるからいいホンにはいそこでキャラをちょっと作ろうかなと提案してちょっとやっていいなるほどやっぱりこのキャラでいこうかなと思います鈴木トーキング FM 福山雅治の佐紀先輩あの多分さ 自分でこのまでするんだったら福山雅治って言ったらダメだと思うそうねまあでもこれ番組タイトルコールがだけど秋田先輩やっぱりさ、この寒暖で来てるあのリスナーからは拍手してましたよあ、マジで似てたてたのかなあれそうこれね待って、今やろうとしたでしょ今やろうとしたね、時間がもったいない俺だっ鈴木秋田先輩、もう一回聞きたいなもうね、ありがとうございますもうね、これちょっとひひ らししかも福山雅治さんって言ったら失礼なので怒られる福山雅治ファンに怒られるだからあえて沖縄の福山雅治略してこれも略しちはい。沖山」ダサくねやばい今ドヤ顔見たんだけど皆さん山雅治これでちょっとあんちゃんこれでいいのかな でしょでもいいんじゃないか先輩ねこのゆったり感というやっぱり心がこれでちょっとメッセージ読んでいこうかななるほどうるましの僕たちがうるましの人のメッセージ読んでも普通じゃないそうですねあえてキャラを作ってキャラを作って福山さんとありがとうピーヤでいきましょうかねん。ダブル山々だけどね確かにねものまねものまねというかね あきらさ声自体がね微妙に似てると思うのでありがとうまさ頑張っちゃうまさっていけるぞまさかそこはお気にしましょうというわけで皆さんよろしくはいということではい、おやまさん今日からね、おやまさんまた参加させていただいてるんですけどありがとうございますさあこれについて反応がどしどし来ておりますはい えなんだろうなあっ山ーに1票ってなんか山ーに賛成してるよあピー山かピー山に1票ピー山さんあきら先輩何のことかかりますふざけんなってことです時間がもったいないってことですよで、て押すね僕みたいにいっぱい喋ってくれればいいんですけどあきら先輩合うんちゃうみたいな何秒かかたいなそこはねもっとたくさんこう喋ってから練習できますでもただこれはあきら先輩のねキャラクターなので 今後もじゃあいってみようかねんえさらしくはいもうね DJ 兄貴さんの柳もに負けないキャラクターを沖山沖山で通していこうかなと思いますいやもうすごい FM 売るま今からすごいことになるからほんとにおマジでほ本当ですかピーヤマさん お願いしますす PM で僕のサインも P から始まることになるじゃないですか。もう山 P って定着してるんですよ、僕は。サイン大変だね。サイン大変ですよ、ほんとに。みんなから PM さん、PM さんっ呼ばれてる。PMR?HMR?HMR? うん。山 P もある。何でサインしていいか分からない。まあ、そんなわけで、HY の皆さんも、ぜひ我々のね、この、僕らの番組に曲を。 はいでも、提供とかじゃなくて、一緒に歌って楽しくやっていただけたら、本当にね、このデモテープっていうか、デモ曲的なものをこっちで練習してもらって、いい曲は自分たちで売ると。ただ、このアルバムの中には、この協力者として、スペシャルテンクスにね、アッキーラとヤンピー、もちろん乗るでしょう。 今日も一時間 <laughs>、今日も一時間お伝えしましたよ早っさよ期待込めてるようんいいっすね、今日も、うん、楽しい楽しい限りでございますがエンディング,ンィングなんかこの曲かかったらさ、うん、今から 走れって言って、本当に、明日に向かって走るのに、僕たちエンディングって、僕たちちょっとあれだよね、なんかもう、ラジオ終わっちまったみたいな感じで、楽しい時間終わっちまった秋元さん、やっぱりいいんじゃないですか、やっぱりこの、ーナーを、あ日来週と、頑張る気持ちにさせてくれる曲を、曲を、流して、え終わりにする、この今日一日をね、一日を締めるという。そうですよ、青井さんが一緒。まあ、今週から、えー、ももクロさんと、そうだね、沖山さんが、沖山さんが、参加してくれてる、この番組でございます。 皆さん、あのどしどしですねあのメッセージリクエストの方、僕たちにではなくて、でも、やんべい、そのももクロへの、要はももクロさんね、ももクロさんへのメッセージを逆にこっちにあてに送ってもありだね。ですよね。だから、き来てたんだもん。来てましたよね。ね、ライカムに。僕、しおりん派。あ先に行ったな、黄色。まあもののふとした黄色を先輩は じゃあえてここで、赤、かなこ、かなこ、もめて、いいいですね、そういうね、私はじゃあ、誰々ファンだよとか、そういうメッセージ、お待ちします。今後もね、あの僕は、ももくろさんはじめ、今から頑張っていこうとしてる、目を植え出した、沖山さんを、今後も応援していきたいと思います。ごいいいはそして、忘れけなめんね よいよよいよ,よ、おきちゃんも、ぜひメッセージお待ちしておりますはいそして、今日はなんといっても一番うれしい日、はい、かおりさん、我れのアイドル、かおりんのハッピーバースデー,ー,スデーということで、ね、おめでとうございます。はいうん 今日一ね今日ちょっと、かおりさんね、今から試会終わってくるんじゃないかなそうですねあの今日一日とは言わずに、今日からまた一年間がかおりにとっていい年でありますように、そうだよね、有意義な年、過ごせるように、僕らは願っておりますはいいや、めっちゃ早いな、そうですね、もう、え延長、延長戦、延長い安い まあ、こんな僕らを応援してくれる、くださる皆さんをねどしどしお待ちしておりますのでメッセージも大丈夫よな読み切ったよな読み切りましたかオッケー、ごめんね今日読めなかったしまた来週一緒に盛り上げていったといったとっていきたいと思いますいったとうんリクエストもどしどしお待ちしていますのでよろしくお願いいたしますいやほんとに最後これだけ言わせてあのねどうぞえ こっちは地元のサッカーチーム、うんはい、フェルサイフ市で頑張ってる、うんえー、山城さんの娘さんが今内地で行われてる大会で得点をすごい取ってるということでおめでとうございますまあねあのうるまし沖縄県でのみならず、うん、やっぱいろんな各市町村で県民が頑張ってますので、はいね、我々、えー、アッキーロとヤマピンもその一人では言っても過言ではございません。 さあじゃあそれじゃあ元気来週もねはい再来週に来週の <laughs> <laughs> 来週は、はいお盆スペシャルではいお会いしたいと思いますはい,い今日も元気にお伝えしましたら天に願いをときまして天がとうヤマピーの青いサンゴ礁エピソード 2, トゥー 2> でしたそれではまた来週せーのピーピー,ピー,ピー